ありえねえよ。始めようか。試してみよう。違いだったようだ。なるほど。
おい囚人。お待ちしていました。構成は順調。囚人、さあ合体です。辿るべき道は、過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。合体です。やめるのですか？終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。
るぞ。こんにちは。何？よーし。すごいな。
よし、帰るとするか。おい、ああそうだ、
鬱陶しいよな。あれ？学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。それならいい。保護士ってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。ただでさえめんどくせんだから、変なこと書かせんなよ。いいか、社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえように、こっちで目をつぶしてやってんだよ。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。わかってるって、いつものやつだろ。それじゃ後でな。
見ての通りだよ。仕事にプライベートにお忙しってやつだ。お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。おのせるじゃないの。ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな、コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。悪くないだろ。よし、それじゃあ取引成立ってやつだな。怪盗団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら、あの喫茶店のマスター協力者だったんじゃないの？我は汝、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、皇后のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、じゃ手伝うって件よろしくな。帰るわ。